倒れる。で、自転車乗っててまでこれをしてる人おるじゃない。頭おかしいんじゃないと思うよね。マスクして自転車乗って倒れるよ、はっきり言うけどね。酸素不足になるんだよね。なんで酸素不足になってまで学校行くのかわかんないんだよね、確か。で、さっきも言ったけど、頭のここにピッてしたら消化体が潰れたんだよね。消化体が潰すためにここに頭に体温計当てたんだよ。だからみんなもちょっとね、考えてほしいね。あれが政府かいって思うけどね。あれが国かいって思うけど。ね、日銀に屋号があるんだよね。もうそれ時点で株式会社なんだよ、わけよね。いやそう、まあみんな気づかんからね、また別のやり方でやろうと思いますよ。情けないよね、本当に。まあ腕にこれをしてまでいかないということ一つ、腕に絶対これをしたいか、接種してまで、定期接種まで何もしないでください。いろんなやつが厚生労働省がどうせこんなことせえ、こんなことせえって言うでしょ、ニュースでバカなことばっか言うけど。だってそこまでして会社も潰れたらいいじゃん、そうやったらな。これをした分だけね、従業員の人これした分だけ会社お金もらってたんよ、はっきり言うと。人が犠牲になればこれをさせるわ、それでみんな会社に行くわ、意味わかんないんだよね、私は。なんで2021年にあれしてまで会社にみんな行ってるんだろうと思うね。まあ別にそれはそれでいいんだよって。でもちょっと話は何のことかさっぱ分かんなかったけど、まあ呪われた第4と病棟お化け屋敷の動画見たら、ああそうかとかね。私あれ昔の何だったっけ、バイオハザードを作ろうとしてるなと思ったのね。バイオハザードは将来の警告だと思ったんだよね。将来なんかするだろうと思ったわけ。2016年だから映画でさ、バイオハザードやってたでしょ、ゲームとか。だから人間にもそうするつもりでバイオハザードってつけてたんだよね。私は将来これなんか起こすなと思ったんだよね。なんか意味があるわと思ってね。まあその映画見たそうで、私はゲームでたまにやってるけど、キムタカごとくってジャッジアイズ、あれも事実なんだよ、私が言うと。ジャッジアイズっていうやつでも、そう、あれ教えてんじゃん、結局はね。だけどここはこれ言えんか、これしてんじゃね、これね。ジャッジアイズってやつはみんなやったことあるかないか知らないけど、私ジャッジアイズはやってたんよ。で、結局2018年、19年やったことが実際2021年に起きてるわけじゃない。で、本当に悲しいね、私からしたらね。東京なんか火葬場が大渋滞してるんでしょ。で、火葬場の株を買ったのは麻生太郎なんだよね、はっきり言うと。水道を売ったのも麻生太郎とか、娘婿が嫁いだのが麻生太郎のとこなんだよね。麻生太郎の娘が嫁いだのはフランスなんだけど、麻生太郎が火葬場の株買った、大株主買ったんだよね。だから東京の火葬場は誰が経営してるか知ってる？東京じゃなくて中国がやってるんだよ。中国が独占してるんだよ、はっきり言うと。だからみんな文句言わない、仕事にもくもく言ってるのもちょっとおかしいんだよね。税金をもくもく納めたりね。みんなが納めるからずっと終わりがないんだよね。いや、闇にお金をずっとやってるのと一緒、エネルギーやってるのと一緒。じゃあみんながもう仕事辞めようね、学校辞めようねってなったら、終わるんだよね、はっきり言うと。やる必要ないじゃん、何もって言うとね。大衆の人は気づかないからいけないけど、じゃあ自分たちだけ犠牲になればいいじゃんって思って、もう子供作ったらダメよって言ってたね。子供作ったら子供が犠牲になってしまうって。でスプタインって言って人身売買のこともさ、隠そうと思ってさ、能登半島のことどこで地震起こしたり、スマートシティの関連もあるよ、それはね。能登半島の穴先一本にはそう、倉庫があるしね。倉庫の拠点があるのもあるんだけど、能登半島の先っぽにあるんだよ。で、それで人工地震を起こしたのは能登半島なんだけどね。スマートシティ計画あるとこもさ、わざと火災を起こしてんじゃん。で、誰がやったかというと、そう、消防と自衛隊と、何だったかな、そう、消防自衛隊のやつが、やってたの、別のやつなんだけど、これはね。鳥の卵が減るようにしてたのは、獣医師と消防と自衛隊なんだよね。その連中が 3つで一緒に行ってたけど、闇に